今日はかつてコノハを震撼させた九尾の妖狐による襲撃事件をおさらいしよう。九本の尾を持つ伝説の魔獣九尾の妖狐、そいつがなぜコノハを襲ったのかはわからないが、忍び五大国最強と謳われるコノハの里もこの時ばかりは壊滅寸前に追い込まれた。この未曾有の危機から里を救ったのが四代目火影様だ。四代目は自分の命と引き換えに九尾の狐を赤ん坊だったナルトの中に封印したんだ。この封印式から察するに、四代目はいつかナルトが九尾の力を里のために生かせる強い忍びになると信じ願っていたんだろうな。ってことで責任重大だぞナルト。ん？道は遠いなこりゃ。